どうも、ロンドンからこんにちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げます。どうもです。お元気でしょうか、魚座さん。どうもです。お元気？はい。今日もね、私、英国ロンドンから、ちょっと、英国ロンドンのお茶の間から、皆さんのお茶の間に、配信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のテーマ、その前に、お礼、本当にお礼ですよ。いや、ありがとうございます。本当、見ていただいて、魚座さんも、いろんな方に見ていただいて、で、あと、いろんな他の星座さんも、すっごい勢いでね、もう視聴回数回りまくって、チャンネル登録者数も一気に今、1800人以上増えてるんですよ、一気に。もうすごいこんな感じで、そう。だから、まあ、やっぱりね、この動画をだから要は世の中の方が必要としてるっていうことが本当に分かったから、私もちょっとスケジュール、いろいろま、忙しいんだけども、まあ、ちょっとそれで組み込んで、ちょっといろいろ、まあ、世間話になりますが、ほとんど世間話からこう、ちょっとカードリーディングみたいになっちゃってますが、まあ、何かね、ちょっとやっていきたいなと私も思ってます。よろしくお願いします。で、もうね、すでにシェアしていただいた方、ソーシャルメディアとかやってる方で、まあ、ツイッターとかインスタとか、フェイスブックにシェアしていただいた方、どうもありがとうございます。いや、ほんと助かります。やっぱりね、あれの威力はすごいし、やっぱりそのビジネスでもそうなんだけど、やっぱりその目の前のお客さんを喜ばせる。で、そしたらその目の前のお客さんが、宣伝してくれるっていうのがあるのよね。そう。だからその、いろんなマーケティングとかそういうのにお金を払ったりするよりも、もうそれが一番本当にもう確実なマーケティングだと思うのでね。はい。まあ、そう、そういう感じで。だからまあ本当この動画とかこのメッセージが必要な方に届けばっていう、そういう感じでちょっとやってます。はい。よろしくお願いいたします。じゃあ、カードの紹介。ちょっとね、今回3つのカードを使うんですけども、でもその結構一つ一つ詳しく見ていくだろうなと思ってるので、で、まずカードの紹介ね。はい。Sacred Self-Care Oracle。まあ、これセルフケアのオラクルカードの感じで、で、まあ、今、どういう感じのことが、やっぱり今、まあ、魚座さんに必要なのか。で、これもね、ちょっと、今回ちょっと詳しくこういう解説書をね、見て、で、この中にも、journal prompts っていうのがあるから、journal prompt ね。要は、日記を書くときに、こういうテーマで書くといいですよとか、そういうことも書いてあるから、そういうのもちょっと話したりして。で、あとね、次、はい、出ました、はい、出ました、はい、mind the gap、出ましたとか言って。mind the gap、そう、mind the gap。いやさ、私さ、その、ヨーロッパ、他のね、国とか行ったりとかして、こう戻ってくるときに、すごいやっぱほっとするのよね、この mind the gap って、要は地下鉄にさ、乗った時に、その要は飛行機で帰ってきてね、空港で帰ってきて、で、それで、空港から乗る時に、mind the gap とか言うとね、いやーなんかロンドン帰ってきたなと思うのよね。うん。で、ちょっと、それで、これで1枚、このね、趣旨は、まあ、ご存知の方は、まあ、いるかもしれませんが、ちょっと新しい方もいるかもしれないので、まあ、これ、駅名がね、いろいろ出てくるんで、はい、駅名がね。で、その駅名で私が思ったことをペラペラ喋るって感じですね。はい、よろしくお願いします。で、あと最後、我らが、はい、日本の神様カードでね、ちょっと薄くなってますが、はい、日本の神様カードで1枚引いて、終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、日本の神様カードもね、ちょっとやっぱりこの前すごく6月分の時にいい仕事してくれたので、いい仕事してくれたって言うと日本の神々に怒られるかもしれないけど、ちょっとそう。でもすごくやっぱりね、今の日本人にすごく、特にその、いわゆる、なんだろう。まあ、日本社会に閉塞感を感じてる方へっていうか、ことじゃだけじゃなくても、まあ人生の中でね、まあ男性ほらこれ、今ほら人生を楽しむコツっていう話をしてるから、そう。で、今私はこれ日本語で話してるから、まあ日本人の人とかね、まあ日本に由来がある人のが多いのよね。これ見てる人がね。そう。だからこそ、やっぱ日本の神様カードでと思ってるんですよ。うん。じゃあちょっとね、もう早速いきますよ。はい。The Sacred Self-Care Oracle でね、はい。一枚出していきたいと思います。ですね。いやー、忙しくしてますかね、魚座さん。まあ、忙しいだろうけどもね、ちょっと、私も、まあ、あれですが、ちょっといろいろカードがちょっと暴れてて、まあ、あっち行ったり、こっち行ったりで、忙しいですって感じなのかな、魚座さんね。はい。じゃあ行きますよ。はい。じゃあ、魚座さんのね、人生楽しむコツのヒントになること。はい、それをください。これカード何枚だっけ？55枚ありますね、55枚。1枚にしますからね、1枚。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこれね。はい、これ、おー、いいですね。これもうね、すごいいい、これ。これね、これ見て、私、私の友達の魚座さん思い出しちゃった。メディテイ。まあ、男性の方なんだけど、その方。うんうん。メディテイ。
まあこれもうズバリなんだけど、まあメディテーション、瞑想するといいですよってことなのね。だからそれが人生を楽しむコツ。だから今さっき言ったように、なんかこのカードが暴れてたように、やっぱりあっち行ったりこっち行ったりとか、まあやることもやっぱり多いわけよ、魚座さんにとって。っていうのもやっぱ期待されてるっていうことがあるんでね、周りに。そう。だからこそ、その一人になれる時とかは、自分でやっぱりその瞑想したりするっていうのはすごくいいと思うんだよね。うん。じゃあちょっとメディテイ、35番メディテイってね。うん。まあこれで、じゃあ見てみますよ。はい。マントラ。マントラってその、要はなんか、まあ繰り返し言ったりする感じの、言ったりするということで。うん。I'm at peace。あ、いいね、これ。これすごいいいの出てるよ。I'm at peace。要は、自分は平安だ。自分は安心だ。自分は、そう、そういう平和だってね。自分はだから安定してるとか、自分は安心だっていう、そういうことをいつもやっぱ唱えてるといいと思うんだよね。そう。で、実際安定してると思うんだよね。うん、安定してると思う。なんか、やっぱりその、魚座さんがそういうふうに気持ちに余裕を持って、だから、あんまりそのスケジュールを、ガチガチ入れる必要はないんじゃない？うん、ガチガチ入れると。そうすると、やっぱり、まあ、ガチガチ入れてるつもりはなくても、頑張り屋さんだからやっちゃうっていうとこがあると思うんだけど、だからそこは、そうね、だから森行ったりとか、そう、その私のね、その、思い浮かぶっていうその魚座の友達も、結構山の方行ってんだよね、いつも。そうそうそう、うん。じゃあなんて、どこがいいかな？うん。Find a comfortable seat in a quiet place. Close your eyes. As you sit in stillness, listen as you inhale and exhale, and allow your mind to settle so you can take a journey inward and upward. そうね。だからやっぱりもうその、これから来るのが、やっぱりその場で、その、どっかその、自分のその近い場所でいいから、そういうところでやっぱりなんか自分的に心地いいところを見つけてそこで座って、で、それでこの、やっぱりその、この状況の、を楽しむというか、この状況のままに stillness ね。That you, as you sit in stillness. だからこういう感じ、止まってる感じ、そう。で、as you inhale and exhale, and allow your mind to settle so you can take a journey inward and upward. これすごいいいこと言ってんのが、やっぱりその、自分、それで、その、こういう感じになってる時に、まあ、息を吸って吐いてみたいな感じね。それでまあ自分のまあ心っていうのをちょっとこう落ち着かせるっていうか、そう、そういうことに、それが必要なんだよね、やっぱり。うん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 。そうね。で、書いたのが、meditation can be that simple って書いたね。うん、そうなのよね。うんうん。で、あと他に何書いてある？そうね。うんうんうん。まあちょっと次のこれ、journal prompts。ジャーナルプロンプト行く。ジャーナルプロンプト。これまあ、例えばね、そのいつも私言ってることなんだけど、やっぱりそのジャーナリングっていうのってすごいいいと思うのよ。日記を書くみたいなね。で、それでいい、そこで、こういうことについて、質問、この質問に答えて書くといいですよってことなんだけど、What blocks real or imagined prevent you from meditating? ああ、いいですね。そう。だから、どんな自分の中に、その、何かしらのブロックとか、まあ、それがね、その実際にある、実際にその、そういう状況に直面してるのか、それとも想像したなんか壁っていうかがあるのかもしれないんだけど、なんか、やっぱりそういう、例えばそういうことが、その自分がメディテーションをやろうって思ってる時に、自分が瞑想しようって思ってる時に、こう、妨げになってるんじゃないかなっていう、それをちょっと書き出してみるといいかもね。要は、何が自分にとってメディテーションをする妨げになってるのか。何、うん、うん。で、What practical steps can you take toward removing these blocks? うん。だから、そういう障壁、なんかその、なんか自分にとってその、まあ、なんだろうね。これもちょっと、まあもしかしたらだから忙しすぎるとかそういうことかな。うん。なんかその、なんかさっきからその冒頭から忙しいっていうのことが出てきちゃってるんだけど、まあ今もう6月になって、で、まあその1月からね、まあ今年始まりました。で、まあ日本の暦系だと4月からね、いろいろ始まったりとかで、で、まあなんか任されてたり、仕事任されたりとかしてて、とかそういうのもあるし、だけじゃなくて、まあいろいろ人生生きてるといろんなことあるじゃない？なんかわかんない。例えば車を買おうと思ってるとかさ、まああと、なんか家のローンがとかさ、まああと、まあね、家賃を払わないといけないとか、なんか、まああとね、なんかこの必要なものが出てきたとか、あとね、いろいろあるじゃない？出費っていうものも。そう。だからそういうのとかがある、そうね、だからそれがちょっとわさわさ来てると、なかなかほら、やっぱり考えなきゃいけないことが、目の前で考えなきゃいけないことがあるから、なかなかその、なんていうの、なんかその瞑想してる時間がないとか、
その瞑想してられない。まあ別にさ、その瞑想って言ったってさ、別に気合い入れてそのなんか30分する必要もないと思うのね。5分でもいいし10分でもいいと思うのよ。で、それか、その初め、今日はじゃあ2分とか決めて、で、それで明日も2分。で、次の日も2分。もうそう、そんな感じで。で、次のなんかその3日後から3分にするとかさ、わかる？なんか徐々にね、徐々にそういう感じで一気にそのメディテーションでなんか30分がっつり取らないとだとさ、なかなかやっぱりそのなんていうのかな、なんだっけ、癖じゃなくてなんだっけ、そういうルーティーンっていうか、まあそういう癖じゃなくてなんていうの、日々のそういうやるべきことっていうのをこう積み重ねていくというか、まあそのなんていうのかな、日々のそのやるべきことっていうのを、そのいきなりはさ、そのそういうのってちょっと本当日本語を思い出せないんだけど、なんかその日々のそういうなんていうの、やるべきことだから、そういうののまあ、癖じゃなくてなんていうの、習慣っていうのは、習慣はそんなにはそのなんていうの、すぐいきなりはできないわけじゃない、そう、その今日の明日はできないわけじゃない、徐々にそれが習慣づいてって、とか、例えばいつもコーヒー飲んでましたっていうのも、コーヒーが好きだからとかね、まあそれかコーヒーを飲んだらなんかすごく目が覚めた気がするとかね、でもしかしたらそのコーヒーあんまり良くない、コーヒーの飲みすぎかもしれないんだよね、うん、そうだから、もしかしたら自分がそのコーヒーを飲むことによって自分が結構目が覚めたとか、自分がはかどると思ってるかもしれないけど、コーヒーってやっぱ飲みすぎは良くないじゃない、カフェインって、そうだから、でもじゃあカフェインをこれからちょっとあんまり飲まないようにしようってやったとして、いきなりはっていうのもあると思うのね。だからその今までいつも朝昼、例えば朝昼晩とかに飲んじゃってたような人がね、そういう人は例えば朝昼だけにしてみるとかね、で徐々に減らしていって、でそれで朝だけにするとか、朝の一杯だけにするっていう風になるわけじゃない、2ヶ月後とかにね、そう、だから、あんまりその、なんだろう、自分にそんなに貸さなくていいかなっていうのは、私は今直感できましたけどね。うんうんうん、直感できたね。うん。うん。まあ、期待に応えたいっていうのもあるし、まあ、堅実っていうところもあるから、魚座さんは。そう。だから、そういうふうにななんかそういうふうに、いろいろ、こう、いろんな方向からのお願いをやったりとか、いろんな方向、から頼られたりとか、そういうのがあると思うんだけど、まあ、まあ、別に近くの場所で、その、自分が心地よくなる場所で座ってるっていうのでもいいけど、それこそ山に行くとかでもいいし、まあ、山に行くのも大変ですけどね。まあ、例えば東京に住んでたらさ、まあ、一応行かなきゃいけないわけじゃない、どっかに。そう。そう。まあ、すぐ行ける山とかいっぱいありますけど、高尾山とかね。そう。なんだけど、まあ、あとほら、奥多摩の方とかね。うん、あっちの方もいいよね、奥多摩の方、うん、とか。まあ、行けるんだけど、そう、うん。まあ、あと海とかの方でもいいし、まあ、でもね、そんなにね、あんまりその、なんていうのかな、なんか、どこどこに行かないとメディテーションできないとかじゃないのよ。この場でももうできるのよ、すぐ。この家のこの、なんていうの、椅子に座ってもできるのよ。目閉じるだけでいいのよ、そう。なんか、やっぱ無になるっていう瞬間が、現代人はあんまりないわけよね。で、私はすごく、その、本当に意識的に無になる時間を作ろうとしてる人だもんね。だから、私がやってるルールは、まあ、これ私の個人的なルールなんだけど、携帯を見るときは座るっていうのをやってるのね。そう。だから、携帯をさ、立ちながらこうやっていろいろメッセージしたりとかあるじゃない？特に家とかだと、例えばね。別に家は別に安全だしさ、なんか、もうそういうのじゃなくて、家とかでもなんかやらなきゃいけないというか、必ず座って、なんかメッセージをやったりとか、座って、なんかその、うん。そう、だからそういう、なんかちょっと余裕があるような、そう。なんかその、立ってじゃないとできないようなのじゃなくて、もう座ってちゃんとやったりとか、そう。そういう余裕をね、ちょっと作ったりとかしてますけれどもね。余裕。まあ、それが余裕なのか分かんないけど、まあ、私的にはそういうふうに思うので、そう、そういうふうに座ったりして、うん。そうね、ちょっと繋がっていますね。そうね。やっぱり平安を保つっていうのが書いてあるね、これ。本当に。平安を保つっていうのが。平安保ちたいよね。うん。わかるわかる。すごいわかるよ。うん。なんかね、うん。そうね。だからやっぱりちょっと無になる時間を作ってくださいだね。うん。そう。ちょっとじゃあマインドギャップでね。ロンドンのマインドギャップで。ちょっと他の補足というかをね。魚座さんの人生を楽しむコツ。まあ、瞑想とか出てきたけどね。まあ、ある意味、瞑想って当たり障りないよね。なんか、そうそうそう。そうそうそう。じゃあ、マインドギャップで1枚引いてみたいと思います。はい。
1枚ロンドンの駅から、魚座さんへのメッセージ1枚ください。はい、じゃあこれにします。あー、ウィルステンジャンクション、ウィルステンジャンクション。あー、なんかね、面白いとこ出ますねだからね、これだからね、あのね、ちょっと、まあ、これ一応ゾーン3かな、一応ギリ、確か。うん。4になってたか、3、4よりの3くらいかもしれないけど、そう。私、時々、ここに行くときがあって、それはなんでかっていうと、こっから、普通の、ナショナルレールじゃない、普通のオーバーグラウンドが、出てるのね。要は、長距離っていうほどじゃないんだけど、ロンドンって、地下鉄もあるんだけど、普通のなんか電車みたいなのもあるのよ。上を走ってる電車。地下鉄はほら、一応地下じゃない。で、上を走ってる電車があって、ここから乗って、シェパーズフィール、あ、シェパーズブッシュの方の駅に行くと、そこの駅が、すごいでっかい、多分ヨーロッパ一でかいくらいの、ショッピングモールがあるのね。まあ、あんま行かないんだけど。でも時々用事で行かなきゃいけない時に、ウィルステンジャンクションに行って行く時とか、あと、カータンとかの南の方に行く時とかに、時々そこから乗ったりとかするんだけど、そう。だから何が言ってるかっていうと、やっぱり普段全然でも行かないのよ。私はここは。うん。で、あとちょっとやっぱ郊外だしっていう、ちょっと外れたとこなんだよね。うん。まあ、外れてはいないけど、うん。まあ、あんま、うん、そう。だから、そうね。あと、やっぱり乗り換えな感じのイメージなんで、ね、だからその私にとっては電車の乗り換え。で、ここは実際降り立ったことあんまりないから、なんか1、2回、1回か2回かなんかで、なんか電車のなんちゃらがあって、それで、なんか、こっからバス乗んなきゃいけなかったとか、そういうのはあったけど、うん、あった気がするけど、うん、あった。うん。そうね。なんか乗り換えっていうキーワードが来てるんだけど、これで思い浮かぶことありますか？乗り換え。うんうん。乗り換え、何かを乗り換えたいのかな？まあ乗り換えとか変えたいとか、うん。だから、なんかそういうのがテーマであるのかな？もしかしたらなんかちょっと、今の仕事は変わりたいな、変えたいなって思ってたりとか、そう。まあでもね、その仕事を変えるって話もね、ちょっとやっぱよく考えた方がいいよ。ちょっと、何も知らないのにこんなこと言うのあれですけれども、うん。まあ、もちろんね、もうなんかもう、ありえないようなところだったら変えた方がいいと思うのよ。もうありえない態度が周りがあってとか、ありえないもうなんかそういう状況とかはもう、変えた方がいいと思うけど、なんかそういうことでもなくて、なんかパッとしないなくらいな感じとか、あとなんか、もう、うん、なんかやっぱね、隣の芝生は青く見えるのよ。うん。だし、だから、やっぱりその、自分が本当にその、目の前のその、なんていうのかな、感謝できるところっていうのがあると思うんだよね。その今勤めてる会社とか、あと今いる環境とか、今いる住んでるとことか、そう。だから、うん。だからそこの感謝を、できることをこう、それこそ書き出してみたりとか上げてみると、ああ、なんかやっぱりここにね、留まってよとかもあると思うし、あとそれとか仲いい友達に聞くとかね。うん。だからそれもすごくいいと思うんだよ。仲いい友達に聞くっていうのがね。うんうんうん。そう。いろいろと、やっぱ仲いい友達って、魚座さんのこと知ってるじゃない？いろいろ。うん。だから、言ってくれると思うんだよね。ちゃんとね。うん。ちょっと今気づいたね。これもしかしてちょっと曲がってる？これ。すいませんね。失礼。うん。大丈夫かしら。同じようなことか。同じようなことか。うん。まあそんな感じで、うん。そうね。じゃ、ちょっともう、神様カード出してみますか。日本の神様カード。いやー、日本の神様カードはこっちね。こっち。どんなのが出る？これでさ、瞑想とか出てきたらウケるよね。あとなんか変、そう、変化は今求める時期じゃないですとかね。はい、魚座さんに1枚ください。じゃあ、これにしちゃう？これにしちゃう？これ。これにするよ。おー、これなんだっけ、これ。桃出てきてますよ、桃。桃の神様。桃の神様。じゃないですよ。オオカムズミノミコト。オオカムズミノミコト。心当たりやりますかね。オオカムズミノミコト。はい。じゃあちょっとね、読んでみましょうね。オオカムズミノミコト。ね、人生を楽しくするテーマ、メディテーション、瞑想して、あとそのね、感謝をして、あと友達に意見を求めるっていうね、そういうことですよね。うん。で、
オオカムズミノミコト、オオカムズミノミコト。これ、ちょっとなかなか、あ、悩みました、60ページ。あー、いいですね、これ。すごいわ。あー、これすごい。でもね、さっきから私がこの、今日このリーディングで言ってるようなことに、みたいなものよ、要は。うん。神社は、徳島県の、これ、鴨神社でいいですかね、鴨神社などに祀られています。でもそこだけの話で書いてるよ。鴨神社に祀られてますなどに祀られてます。うん。でテーマがいいですね。スパッと断ち切る強さ、ゆったりする明るい未来へ。うん。じゃあいきますよ。前のことはもうすっぱり断ち切りましょう。そうしてゆったりと休んでください。だからここよね、ゆったりと休んでください。私の力はあなたに深い休息を約束します。やっぱ休息必要して、としてるね、魚座さん。やっぱり、うん。だからさ、その、もちろんに、まあさ、日本の会社ってさ、ほら、1ヶ月とか3週間とか休めないしさ、2週間とかも休めないからさ、ちょっと本当にそれじゃ休息できないじゃないかって思うんだけど、うん。なんか、そうね。だからでももしもそのチャンスがある人は、例えば、なんかその、日本でよくやるのは、結構その、仕事を変えるときに、なんか、変える、その、辞めるときと転職するときの、その、間があったら、そこの間でちょっと休んで、どっか行くとかそういうの聞くけど、まあ本当にね、日本もね、そういう1ヶ月とかの休みとか普通にしてほしいんだよね。うんうんうん。まあそれで本当人生、豊かさ変わるし、うん、そう。で、ちょっと、見る、読むとね。で、まあ、今、あなたに深い休息を約束します。私の力はね、そう。そして、次へのエネルギーを養うのです。そうなのよ。なんで休むといいかっていうと、次へのエネルギーになるからって話なのよ。そう。それが本当にいいのよ。うん。どのような経験も土に帰り、新たな実を結ぶ糧になります。エネルギーに満ちた未来が待っています。うん。じゃあ、ちょっと、カードのメッセージもうちょっと詳しくいきますよ。うん。力強い霊力のある桃の、これごめん、わかんない、読めない。神の霊が、オオカムズミノミコトです。イザナギのミコトは、黄泉の国の軍隊に桃の実を投げて難を逃れました。邪気を払うスーパーパワーの持ち主。その形は、宝に、玉に、ちょっとごめんなさい、読めなくて、にそっくりです。そして、桃とか山の桃には薬、薬効、これ薬の効き目みたいな感じがあることはよ広く知られています。このカードを引いたあなたは、引きずっているものがあればスパッと桃のパワーで断ち切ってください。不安、心配や執着は黄泉の国のエネルギー、固くなさを捨て桃のように柔らかくみずみずしいエネルギーを取り入れましょう。桃美味しいよね、日本の桃。白桃とかね、美味しいよね。うん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 。ピーチタルトでも楽しんでくださいだって。なんか、ピーチタルトの美味しいとこありそうだよね。日本に。うん、まあ、なんでも美味しいからね。日本は最高ですよ。うん。エネルギーの回復をゆっくり待つと、次への力が湧いてきます。これちょっとすごい今もう、ここまで来てて直感で、ここまで来ないと分かんなかったのかって思われちゃうけど、魚津さん結構今大変なんじゃない？うん。この感じ見てるとこれ大変だよ。うん。はっきり言って。ちょっとこれずっと今見てきて。で、今やっと直感が来て。だからね、魚津さん隠すのがね、上手なんだよね。ごめん、隠してたっていう感じで言うわけじゃないんだけど、なんか、やっぱ、初めから出してたじゃん。メッセージを私に。なんかちょっとやっぱ、こう、カードをシャッフルした時もさ、あっち行ったりこっち行ったりになりそうな感じでさ、で、それで何かと思ったら瞑想してくださいって、まあ、止まってくださいみたいなね、ステイネスね、まあ、こう、ステイネス、止まる感じで出てきて、で、駅もさ、ウェオステンジャンクション出てきちゃってるわけでしょ、乗り換えのとこ。なんか自分的にもう乗り換えたいっていうか、なんか、他の人生に乗り換えたいみたいなさ、なんか、ここの、こんなはずじゃなかったのにとか、まあ、もしかしたらそういう気持ちを持ってる人もいるかもしれないし、で、今ここで、なんかやっぱり休息のことも出てくるんだよね。休息の後押しがありますよっていうので、うん。だから、
やー、今そういう状況だったわね、魚座さん。うん、うん、うん。で、だからでも、今この最後の方で分かってるっていうことが、もうそこもミソなのよ。だから、やっぱり隠すのがうまいっていうか、周りにはあんまりそれを出してないわけよね。うん。だから、頑張っちゃうっていうか、まあ頑張っちゃってるんだけど、まあでも本当に休んでほしいな。うん、魚座さん。休めるときは。だから土曜日とか日曜日、例えばまあ月曜日か金曜日で働いてるって人は、土曜日とか日曜日で何もしないとき、なんかその瞑想できるときとか、まあ瞑想とは言わずに別にゴロゴロ、ベッドでゴロゴロしてるのでもいいのよ。で、ゴロゴロしてるときに、あ、それも全然瞑想だからね。ゴロゴロしてるなんて、もうすごい最高の瞑想ですよ。ベッドでゴロゴロは。で、そのベッドでゴロゴロしてるときに、別に携帯を見るっていうのでもいいんだけど、携帯とかスマホを見るとかでもいいかもしれないけど、ある、それがね、自分がやりたいことだったら。ただ、それもなしで、無になって、ゴロゴロっていうのを1分とか2分やるのもそれはそれでいいよね。で、それをどんどん増やしていってね、5分とか10分とかね、やっていけばいいんだけど、そうね、やっぱりね、スマホってやっぱりその、なんだろう、脳を忙しくさせるんだよね、本当に。で、なんか最近、どこだっけ、スウェーデンだっけな、なんか、なんか研究出て、それで、子供とかのその iPad 使用とかも、なんだっけな、小さい頃のは、もう学校、なんか、なんだっけな、前は、最近は学校でやっちゃってたのかな、でもそれももう取り上げるみたいな感じの、もう、ことを書いてたね、うん。まあ、それ大人でもでもそうだと思うし、やっぱり中毒性があるからね、当たり前だけど、ああいうものって、そう、うん。まあだから私も、まあ私もっていうか、まあ、基本子供はあれはもうダメだね。うん、あれは特に超、2歳とか、まあ2歳じゃなくて5歳以下とかもそうだし、あれは、うん、私が面倒を見てる子たちもみんなに、私が面倒見てるときはそれはもうなしっていうことで、ご両親に、もう言ってるんで、私は、そう、だからもうなしですよ。うん、そうそうそう。うん。いやー、別にさ、あれ、確かにあれを与えてればさ、黙るっていうのはあるのよ。そう。あるんだけど、黙るから、その大人の事情としては、やっぱり黙るから、それで大人の事情のなんかやらなきゃいけないことやれたりとかあるんだけど、そう。だから逆に言うと、そういう時に使わなきゃいけないから、そうじゃなくて大丈夫な時はそうじゃない遊びをさせるっていうかね、するっていうか、うん、そうそう。まあ、いろいろ遊びありますからね。うん、うん、そうそう、うん。そうなのよ。いろいろ遊びというものはさ、だから、まあ今この話で出てきたけど、だから大人もそうよ。遊びっていろいろあるからね。そのお金を使わない遊びもあるから、うん。いやさ、日本行ってさ、なんだろう、別に私、何かしたいとかじゃないのよ。その、何まあ観光客じゃないからさ、私はさ、普通に東京が地元の一般人だからさ、いやだからその辺のなんか、もうほんと何でもいいよ。なんか、ね、パン屋でなんか、パン買ってとか、美味しいパン屋とかでさ、買ってなんか公園でなんかベンチで座るとか、たこ焼き食べるとか、なんかわかる？なんかそういうこと？前よくたこ焼き食べてたのね。私たこ焼き結構好きで。うん。そうそうそう。で、ちなみにね、これ結構ね、大阪の人多いらしいのね、見てんのね。うん。そう。いや、美味しいものありそうだよね、たこ焼きとかあっち。まあもっといっぱいありますって話かもしれないけど、いろんな種類のね、ものがね。うん。ちょっともうちょっと見てみますよね、これ。ね、オオカムズミのみこと。うん、うん。まあでも桃は美味しいよね。日本の桃は最高ですよ。うん。はい、書いてありますね。木になる実や、葉は落ちると腐って、すべてが大地のための栄養となります。その栄養は他のすべての木々の成長に役立ちます。あなたの経験のすべてはあなた自身や他の人たちへ影響するのです。思いがけないところであなたの知恵が役に立つ経験をするでしょう。休息の後には心が躍るような出来事がありそうです。いいですね。うん。やっぱりその休息をすることにためらってる人がいるのかもしれないんでね、これ見てる人で。うん。だからその、ちょっと一週間も休んだらとか、まあ一週間って大した休みじゃないんだけどね。うん、こっちでは。一週間休んだらとか、二週間あれしたらとか思ってるかもしれないけど、ね、一ヶ月あれしたらとか。でも、その休むことが、なんかさ、すごい重要なので、YouTube やってる人とかでもさ、まあ私も結構6ヶ月間 YouTube 休んだりとかしたけど、まあその間まあ自分の仕事はしてるんだけど、まあでもその YouTube で結構なんかね、盛り上がってる感じの人で、ちょっと活動休止してる人とか、あと今はね、活動休止してますとか、そういう人もいると思うんだけど、で、6ヶ月間ね、やってなかったりとか、そういう人もいたりとかね、なんか何ヶ月かあれして、で、それで復帰するとか、すごいいいと思うのよ、そういうのもね。うん。やっぱりね、やっぱりその、
走ってるだけじゃ見えないことっていうのがやっぱりあるのよ、世の中に。で、あと、やっぱりその立ち止まったからこそっていうか、その空白のその6ヶ月があったからこそ、何もやらない6ヶ月があったからこそ、次にもっとすごくなれるっていうのがあるのよね。まあ、ぶっちゃけその、まあ、ぶっちゃけで言えばそれこそ私もさ、このチャンネルさ、6ヶ月休むっていうのをさ、まあ2回やってるわけよ。まあ確かにこれは仕事ではないとは言えどもさ、まあそういうこともやりつつ、それで今まあね、こう、私もこういう感じでまあね、いろいろ人生あるからさ、ね。だからそれでこう7つ、それでまあ YouTube もそれに慣らされてって感じだけど、で、それで今こうやってさ、最近1800人増えたりとかしてるわけじゃない？そう、だから、うん、なんかそれもその経験の一部っていうか、それによって、その、周りを元気づけたりとか、それによって、まあ自分も元気になるよね。うん、当たり前の話なんだけど、うん。なんか休むことによって。やっぱね、景色変えるっていうの重要なのよ、本当に。その景色を変えるとか、ルーティンを変えるっていうかね、その毎日やらなきゃいけないことを変えるっていうのは、すごくやっぱり重要だから、うん、でもなんかやっぱり、今ね、魚座さん、まあ、ちょっと気悪くしてほしくないんだけど、結構私、魚座さんから疲れてるエネルギー今来てんのね、すごく。うん。だって、私一星座くらいやるくらいじゃ、そんな疲れないよ、別に。うん、まあ、ちょっとは疲れるけどね、まあ、一星座一星座結構心込めて私もがっつりやってるからさ、でも結構もうがっつり重いの来てるから、だから魚座さん本当にやっぱり今、大変な状況にいる人もいるかもしれない。うん。で、いないですよって人いたとしたら、まあそれはそれでいいと思うけど、それは、そういう人は多分もう、やり方が分かってるんだよね。なんかその、どうやったらこの自分を疲れさせないかとか、あと自分の限界を知ってる？例えばここまでや、ここ以上や、なんかこれ以上なんかスケジュールをなんかすごい詰めになっちゃうともやばい状態になっちゃうとか、もう疲れちゃうとか、ね、バーンアウトになっちゃうとかね、燃え尽き症候群とか、うん、なっちゃうとかあると思うんだよね。うん。まあね、ちょっと休んでください。で、まあ、携帯オフにして、うん、携帯はもう電源切って、で、それで、1分だけでもいいからさ、電源切るの。うん、1分だけでもいいし、2分だけでもいいし、それで、まあ、ベッドでゴロゴロするのでもいいし、ね、わざわざ遠くの山とか海行かなくてもいいし、そしたらほらね、また、電車乗ったりとかしなきゃいけないわけじゃない。ね。そう。車乗ったりとかしなきゃいけないからね。それも大変だから、もうできる。家の中でできることとかね。そう。そういう身近なもので。で、あと、まあ、ピーチタルトっていうのがいいらしいからさ。ね。日本ほんと美味しいとこあるじゃん、いっぱい。ケーキ屋さんもさ、めっちゃ美味しいじゃん。ね、日本のね。だから、日本のケーキ屋さんとか、あとフランス、まあ、日本のね、ケーキ屋さん全部ね、フランス感の感じのケーキ屋さんになってるけども、まあ、でもすごい美味しいね、ものがあるから、ピーチタルトとかピーチ関係のなんかあったら、あとピーチのアイスとかね、うん、アイスクリームとか。いや、魚座さん、大丈夫ですか？まあ、大丈夫ですよ。うん、また本当会えて嬉しかったです。まあ、この画面越しですけれどもね、はい。まあ、私のね、まあ、リーディングとかも聞いたりとか、まあ、あと他にね、いろいろ、まあ、本読んだりとかさ。まあ、あとやっぱり YouTube って、やっぱり忙しいと思うのよ、見てると。なんかこう、いろいろ他のが出てきちゃったりとか、まあわかんない。まあ見方にもよるけどさ。そう。だから、ちょっと、しっとり本を読むっていうのもね、一冊こう、じっくり本読んで、うん。なんなら書き込んでもいいし、まあそれとかそのジャーナリング、さっき言ったように、日記をね、つけるっていうのはいいと思うので、うん。で、自分がいろいろ見えてくると思うんだよね。うん。まあ、とりあえず休んでください。うん。だから、魚座さんにとっての人生楽しむコツっていうのは、休むこと。休むこと。休むことです。ぼーっとする時間を増やすこと。ぼーっとする時間を増やすことで、人生どんどん楽しくなってきますよ。うん。そういう感じですね。はい。ぼーっとする時間も大事ですからね。はい。それが全部経験になって、魚座さんのね、その次のね、のステージに行けるようなね、助けをしてくれますから、ぼーっとしてみてください。はい。じゃあ、今日、魚座さんの人生楽しむコツやっていました。ここまでご覧くださいまして、どうもありがとうございます。まだチャンネル登録しないよという方、していただけるとありがたいです。あと、まあ、ソーシャルメディアで、もしも皆さんがやってるソーシャルメディアで、シェアしていただきましたら、ありがたいです。じゃあ、どうもありがとうございます。また、どうぞよろしくお願いいたします。応援しております。ありがとうございます。魚座さん、じゃあまたね。はい、どうもでございます。はい、どうもです。